マスパーです。今日もまたまたカホセリアクツやっていきますよ。今回は動物の赤ちゃんです。これは赤ちゃん、ブルドッグなのか、フレンチブルドッグ。赤ちゃんなの？手がさ、なんかぬいぐるみみたいじゃない？ぬいぐるみ、ほんとぬいぐるみみたい。また犬です。本物？ぬいぐるみみたいでしょ。これ本物なの？これぬいぐるみじゃない？シートベルトされちゃった。シートベルトされちゃった。嘘でしょ？抜けた抜けた、今最後抜けてた。次はカホセもあったことがあるハリネズミです。どれが赤ちゃんかわかる？あのピンクのやつたちだ。これ赤ちゃんなの？これハリネズミの赤ちゃんです。怖い。マジ？なんか想像したのと違った、違うね。ちなみに表から見てみます。ちょっと待って、なんか脳みそがお腹にあるみたい。ちょっと待って、これはあんまりかわいいよ。いや、ちょっと怖いよこれ。かわいいよ。顔が引いちゃってるじゃん。ちょっと変わったらプニプニなんじゃないかなと思って。多分プニプニだけどダメ？まあやっぱネズミですからね。じゃあ次はカメです。一生懸命海に帰ってますよ。見て、めっちゃ一生懸命、たどり着けない子もいるはず。すごいすごいすごい、一生懸命かわいいでしょ。こうやって海に帰ってくるね。そう、海に入って泳ぎます。おお、頑張ってる。おお、頑張ってる。これはでも辛いね。波を遡っていかないといけない。そう。やっぱり。次はせいちゃんの大好きなウーパールーパーです。ウーパールーパー。赤ちゃん。赤ちゃん。ウーパールーパー。すごいちっちゃいねこれ。ウーパールーパー。目がさ、すごい点なの、黒の。これは可愛いわ。ウーパールーパー。めっちゃ可愛い。これ。ルーパーと来たらエイです。似てるか。可愛くない？足がこう動いてるの分かる？なんかあの中のさピンクのところが多かったけど、ね、っていうか魚なのに足があるみたいじゃない？これ中に人入ってるでしょねえ、人入ってるみたいだよね。ママめっちゃ可愛いと思ったんだけど。可愛いけど気持ち悪い。じゃあ次カバ。いや可愛いいいのか本当に。それかわいいです。なんか違う。かわいいじゃん、ツルントゥルンで。いやなんかトゥルントゥルンだよ、トゥルントゥルン。なんか違う、なんか怖い。つぶらな瞳下地してるでしょ。なんか違うんだよね、これ。癒されてよ、みんな。次は人間に近いゴリラです。怖い。ちっちゃい。ちょっと。かわいいじゃん、鼻が潰れてて。みんなこの可愛さが伝わらないのか。いやちょっとほら、テンション2人とも下がってきてる。じゃあ、猿だったらどう？生えてる。寝てるの。なんかおじいちゃんみたい。赤ちゃんです。ね、なんかヨーダ。ヨーダ。いやでも可愛い。これはなんか可愛いかもしれない。次はパパの大好きな猫です。え？これ赤ちゃん。だったんだけど。これこれこういうのよ。もう一匹いきます。うわーちっちゃー。本当の歩き方めっちゃかわいい。
これこれこういうの待ってたよ、こういうの。次はカメレオン。 Everyone meet Tumble. Meet Tumble. ちっちゃ。ちっちゃいでしょ。 He was the very first baby that hatched. かわいいでしょ。 His name is Tumble because when he あんまり可愛くない。 Very clumsy and fell a lot. Making it an easy choice. 次は怠け者です。 What is that? What is that? お腹ひっついてるのが赤ちゃん。これ怠けてる。どう、かわいい。いやなんかでもちょっとね、やっぱ怖い。ちょっと怖いわ。なんだったらいいの。次、クマちゃんです。あーかわいい。これでもかわいい。やばいやばいやばい。えちょっとこれ怖い。水入っちゃった。何やってるの、飲んでんの。多分バランス崩したんだと思う。あ赤ちゃんだからさ、ちょっとうまくコントロールできない。何やってる。 Drink it not pump it。 ただ飲んでる。何やってんの。クマと言えば次はパンダです。おパンダちゃん、レイジー、怠け者です。これ赤ちゃん。あえやる気ないじゃん。全くやる気ないです。やる気がない。結構ぶっつけてる。気にしないですね。次はトラ。トラ対ウサギです。ちょっと待って、あライオンか。いやトラだよね。戦うぐらいの。ちょっと待って、これ危ないんじゃないの。でもね、トラの方がビビってるんです。案外ウサギ強いね。これライオンだよね、今の。多分みんな一緒くたに育てられてるってこと。本当だね、そうだね。ほら多分シンバ。シンバ。シンバ。じゃあシンバを見てみましょう。あ、うえー、こんなことあんの。あ、うえー、こんなことあんの。え、かわいい。かわいい。あ、かわいい。すごい。え、すごい。こんな近づいてきちゃう。トラもいますよ。トラ。え、もう赤ちゃんの時からこんな模様なの。うん、さっきのほらトラもちっちゃかったじゃん。かわいい。でも私ライオンの赤ちゃんの方が好き。シンバ。シンバの、うん、次はカンガルーです。お、カンガルー。あカンガルーとほらお母さんの袋の中に入ってんじゃん。まだ痛い。あ、うん。え？一瞬だった。これさポール。あれ尻尾。尻尾なのこれ。これさポール。ほら。なんか怖いよ。なんか怖いわ。怖くないよ。ネキスト。じゃあ次行きます。次豚。お。前にいるのお母さんです。これみんなついてってる。そうそう、これかわいいね。しかもね、不思議と同じ動きするんだよね。面白いね。固まって、なんでこれ固まってんの。誰かが止まったら全員止まんの。本当だ。お母さん、え、だって豚ですもの。この世は残酷なんだよ。意味がわかる。これの残酷が残酷なんだ。次は象です。なんかやんちゃ。めっちゃ追いかけてる。まだ走り慣れてないからこけちゃうっていう。ちゃった。やんちゃやんちゃ、かわいい。無邪気でしょ。あ、次、何の赤ちゃんでしょうか。サメ。サメ。怖っ。え、何これ。サメの赤ちゃん。え、サメちっちゃいんだね。卵ですからね、サメ。あ、そうかそうか。次は牛。結構面倒くさい。結構牛。何歳。なんか髪がすごい。ヤッキーみたいになってる。何歳。何歳。結構かわいい。かわいいでしょ。結構かわいいね、牛の赤ちゃん。次はヤギ。あかわいい。泣いてるな。めいめい言ってる。ここでめい。ちなみにヤギの赤ちゃん対人間の赤ちゃんです。やだ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 。これ絶対、おい、どっちもめっちゃ。どっちが強いと思う？いや、ヤギでしょ。いや。いや。
え、どうなんの、どうなんの、あ、一体すごい人間の中で怖がらない全然怖がんないじゃん。めっちゃ笑ってる。ロン。すげえ。めっちゃビビってる、めっちゃビビってる。この子めっちゃ強いわ。普通結構怖いよね。